や紙、石などを組み合わせたものを銅と呼び描いています。銅という名前は生地を意味する英語の銅と布地を意味する銅の2つから来ています。今回の展覧会タイトルである生地の庭もこちらから取りました。今回の作品では人型をイメージしたモチーフの組み方をしています。学生時代に学んだベトナムのシルクペインティングの技法を用いて、透ける布に水彩や日本画材を用いて描いています。絵画の表面だけでなく、内部の木枠などを含めた一つの塊を絵画として考えており、そこに光が当たって陰影が生まれることで幽玄な世界観を作ろうと試みています。という名前のシリーズ作品です。造語の悪という字はいたずらのニュアンスで使っており、木目や節からその時々に描くもののイメージを導き出しています。ドローイングは水彩の作品の前段階として、独特の質感や存在感を直感的に捉えるモチーフを用意せずに描いています。重力や実際の形にとらわれず、最初に想像したものにそのまま形にしています。